私嬉しい。私嬉しい。いつも微笑ましいなと思いながら聞かせてもらっています。ありがとうございます。特に25回の放送でのチョコのくだりが最高でした。ところでとしくん、ホワイトデーは通常クッキー、キャンディー、マシュマロのどれかでお返しをするもので、それぞれで意味が変わることをご存知ですか？そうなの？知らない。知らない。ホワイトデーはバレンタインチョコの返事をする日という意味合いがあり、はい、クッキーで返すとこれからも友達として仲良くしてくださいという返事になり、そうなんだ。キャンディーだと私もあなたが大好きですとなり、マシュマロだと私はあなたが嫌いです。そうなの？となってしまう。そうです。私はそうとも知らずチョコをもらうとホワイトデーって言うんだから白いものマシュマロでいいかと必ずマシュマロで返していました。周囲もこのことを知らなかったため問題がなかったんですが、あ、じゃあよかったね。うん、無知って怖いですね。トシ君および世の男性の方々も気をつけて、これからもお二人の活躍を応援しています。はい。知らなかった。知らなかった。うわー、そうなんだ。じゃあアナちゃんに、はい、待て待て、アナちゃんに、はい、大根、あれこれ、これ何、これアメちゃん、アメちゃんもらったけど。え、ということは、ということは、さあ続いてのお便りいきましょうか。何よこれ。アナちゃん、アナちゃんって面白いな。アナちゃん面白いな。今聞こえましたか皆さん。マイクの遠くの方でためはぁって言った花ちゃんがいましたね。あこれだ、これ何なの。あ、続いてのお題行きましょうかね。あのね、ん、トシ君なんでしょう。俺もこういうふりをしたものの。耐えられるかな。はい、私、うん、飴もらってさ、うん、これあなたが大好きですって意味でしょ。そうなんだ。うん、私嬉しい。私嬉しい。来たー、すいません、ブースから一旦出て行った。その宅で、宅で、大きな声で叫んでいいですか。外で叫んできてもいいですかね。これね、ラジオネーム、うん、風音さんからいただきました。はい、花ちゃん、今年は花ちゃんもトシ君を赤面させてみてはどうでしょうか。トシ君の言葉に照れつつ素直に私嬉しいなどと返事をしたら、もしかしたらトシ君の照れ顔を見れるかもしれませんよ。おい風音、ほらー。来た、これ。ちょっとこれだな、素直に返事をする。あ、え、素直な気持ち、花ちゃんの素直な気持ちだったんだ。え、はなちゃん。よし、仕返ししたから俺もちょっと今元気になったぞ。よしよしよし、仕返しできた、仕返しできた。そっかそっか、はなちゃんの素直な気持ちだったんだ。ねえ、白髪が生えそうだよ。髪ボッサボサじゃないか。素直な気持ちだったんだ。もう、アナちゃん、俺も嬉しい。さあ続いてのお便りに行きましょう。ラジオネームポンズ。